んにちは、ジュピター愛下です。今日もやっていきたいと思います。日本全国47都道府県のカレーを食す、4月になって花粉症がきつい、花粉症がきついので、その時はカレーを食べて元気にいきたいと思います。で、今回紹介する県は香川県です。香川県のカレーを紹介したいと思います。香川県のカレーがこちら、じゃん、さぬき牛ビーフカレー。シンプルにビーフカレーを今回は食べてみたいと思います。で、この美味しさの秘密は小豆島産オリーブ茶葉と醤油、小豆島産の醤油が入っているそうなので、すごく楽しみです。それでは作ってみたいと思います。はい、さぬき牛ビーフカレー出来上がりました。すごくサラサラのルーですね。それではいただきたいと思います。はい、それではさぬき牛ビーフカレーいただきます。まずルーから。うわ、すごい。これ醤油の味がすごくするルーです。あの和風カレーでその出汁が入っていて、そのルーから出汁の味がするっていうのはあるんですけど、これは醤油で和風のカレーになってます。隠し味じゃなくて結構全面に醤油の味が出ています。すごい珍しい。うん、で牛肉がゴロゴロ入っています。うん、これは今まで食べたことないかもしれないです。うん、うまい。パッケージから正直特に何の変哲もないカレーかなと思ったんですけど、そんなことは全然なかったです。このさぬき牛も美味しいし、なんといっても醤油、もうこれはもうほぼほぼさぬき牛醤油ビーフカレーです。結構そのレトルトカレーの中でも珍しい味だと思うので、ぜひぜひ確かめてみていかがでしょうか。はい、ということで今回はさぬき牛ビーフカレーを紹介しました。僕は日本一周していた時に香川県に行って、もう本当にいい思い出があります。というのも僕はうどんが大好きなんです。カレーも好きだけどうどんが大好きで、香川県のうどんは本当に美味しい。もう何が違うんだろうな、もう食べた瞬間というか、もう麺が光って見えます。食べた瞬間うっとうまいうどんでした。ということで、今回は香川県を紹介しました。ぜひ次回も見てください。それでは。チャンネル登録を押してください。ここです。うわ、ここ押してチャンネル登録押してください。お願いします。うわ、見て。